What's hip hop? もういろいろ考えたんですけど、まあ東京からも大阪からも適度にこう情報が混じるっていうところも、もともと僕ダンスやってたんですけど、こういうヒップホップ入るきっかけでダンスから入ったんですけど、当時のその名古屋のダンススタイルって、まあ、東京みたいなこう洗練された、ダンススタイルでもないし、で大阪の方のいわゆるすごい細かいルーティーンとか構成がすごい決まってるダンスでもない、でその辺がなんかうまくミックスされてたんですよね。でだからどちらの影響も適度に受けながら影響も受けすぎないみたいなところが、なんか自分たちのオリジナルの文化をなんですかね、育てるに至ったのかなとか思うんですよね。またあとこう例えば東京とかはやっぱこうアーティストがいてちょっとこう有名になったりとかちょっと力ついてくると、まあ、すぐなんかこう、まあ、大人の人たちがこうフックアップしてくれて、雑誌やテレビやそういう取材を受けて、じゃあうちのレーベルから出すかみたいな話になるんですけど、名古屋やっぱりそんなこともなんないんですよね。でやっぱりあの昔はヒップホップの情報を入手するのも一苦労だったりしたんで、なかなかやっぱそういうことがなくて、じゃあでもじゃあ俺たちどうするんだってことで、じゃあ CD 出したければ自分たちでやるしかないなってこと で、きっとみんな自分たちでプレス工場探してディストロビューションかけて、でお金作って、でリリースパーティーやってってこと全部やっぱ自分たちでやってきたんですよ。いやそういうことがすごい僕たちにとってプラスだったんだと思うんですよね。だから名古屋ってすごいみんな自主出版のレーベルがみんな持ってて、みんな自分たちで CD 出して、一時期東京の人たちがどうやって CD 出してんのとか言って、いやいやみんな自分たちでやってんだよっつって、やっぱそれみんな驚かれたもんですけど、何もないからこそ自分たちでものづくり一から全部してきて、それがやっぱりこう今の僕たちを育てるに至ったのかなと、僕はちょっとそういうこと思います。